二人だけど、ここで傭兵として最低限やっていけるように簡単な訓練を受けてもらいます。普段はベースキャンプの案内をやってる私ゼンダビギンがパイロットさんの訓練も担当するね。主役はモビルスーツだから、まずは操縦をきちんとマスターしてね。今回のお題はこちらです。
人のテクニックよりも実戦では味方、これは実戦で役立つからきちんと覚えていってね。中継地点を制圧すると前線の維持が楽になるんだよ。また会ったね。改めまして、このベースキャンプのベースキャンプ運営のお手伝いでいつもここにいるから、知りたいことあったら話しかけてね。あれれ、どうしたのかな。